はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日ね、意気込みの現場に着きました。今日はね、ちょっとロケっぽく、意気込みところ一箇所じゃなくて、こう全体を撮っていきたいと思います。ここはもうこんなもみじがすごい綺麗で、ここ広大なね、土地が、広大な土地が見えねえぞ。広いんですよ、すごい。とにかくね、では意気込み場所に行きましょう。昨日テレビ局でセットしてもらったんだけど、テレビ局のセットより全然自分でやった方がいい感じね。こんな感じ。お、すげえ。あそこにピザ窯が、ピザ窯ができてんだけど、ピザ窯に階段がついてる。おお、すごい。ほら、階段がついた。こんなのなかったんだけどな。ここすっごい登りにくかったんだけど。これピザ窯なんだって。こうやって見ちゃっていいのか。ピザ窯。ここずっとね、竹林なんですよ。竹林？ピザ窯で、いえ。いろんなものがね、結構あるからね、ここね。すごく雰囲気が良くて素敵ですよ。横浜のね、那瀬っていうところです。はい。では、そこに一作目入れていきます。いつもライブでやってるとこと一緒です。とにかくほどくのは大変ね。ほら、こういう感じ。もうちょっと上だろう。こういう枝ぶりです。こういう枝ぶりですね。これが左向きなのか右向きなのかでまた変わってくるんです。誰も通れる。通れるこれ。まあ、とか。通れるか。じゃあちょっとそこさ引ける？そこで。
次にこれを入れていきます。あの下のところに。そっちでかいよ。あれも、こっちはハマるね。でもこれさ、もうハマるって言ってもここで切っちゃおうかな。で、あとね、細かいところを埋めていくんです。こういう隙間とかもね、こういう細かいので埋めていきます。はい、こちらで完成です。第1作目です。ツツジは、ツツジは枝そのものの動きがあるんです。だからその動きを、まあ、枝取りというよりはもう食べることができないんでバキバキ折れちゃうんですね。だからもうこんなんでも折れます。だから食べないでそのものの枝の動きで組み込んでいきます。まあこういうような場所で生ける場合はまあもっとね、ただの家の中で紙パックとかの前だったら枝さばくんですけど、まあ、咲いた時のインパクトを重視するためにほぼほぼ、まあ生けた時にちょっとね、枝取りしたところはありますけどそのまんまでいくような感じです。はい、では第2作目いきます。では2作目を生けに行きます。2作目はこの中で、これクルメツジなんですけど今度はベニギリツジを生けます。まあ生け方はツジなんで一緒です。では1滴目を。ラインがしっかり出てるんでどこにはめるかがポイントですね。
はい、2作目はちょっとこう暗いところで作ったツツジでした。ちょっと怖い、次はね、この器なんです。ちょっと暗いんですけど、この器に行けてきます。今ね、営業時間外なんでちょっと暗いんです。筋肉ロティアを行けてきます。なるべくこの葉っぱを利用して生けていくんで、ここがキュッとこの中に入るような感じでね、いきます。ここ暑いんで、とにかくね、普通の花だと持たないんですよ。だからこうやってドライにそのままなっていくような花で構成していきます。でコアラファンですね。はい、こちらで完成です。最後にココアラファンをファーって入れといて、最後にこう流れをね出していきます。まあ、こういうのはヘアスタイルと一緒ですね。まあ、昨日のねこの撮影のテレビの撮影のヘアメイクさんよりボブの方がいいんじゃないか。まあここに繋がっていくわけですね。いい感じです。こういうねインテリアの中に入るとこういう感じの花もすごくいい感じに入ってきます。はい、次行きました。